100年先の日本を考えるルネサンス TV の実時間です。えー、今日はですね、元北海道議会議員の小野寺勝先生に、いろいろ選挙についてですね、ざっくばらんにお聞きできればなというふうに思っておりますので、はい、よろしくお願いします。はいはい、今回まあ参院選になると思うので、まあ、そもそもですね、すごく基本的な質問になっちゃうんですけれども、まあ、衆議院と参議院のまあ違いってっていうところ、<laughs> になるんですけど、すごくまあ、うん、まあ基本的な質問で恐縮なんですけれども、まず参議院と衆議院はいろいろなところが違います。衆議院はすぐ解散があるだとか、はいろいろ違いがあるんですけれども、多くの方はですね、衆議院があるんだから参議院いらないだろうと、うん、ほとんど衆議院で決まったことが全てなんだろうというふうに思う方がいるんですけれども、 それちょっと若干ちょっと認識が違ってですね、衆議院しか権利がないものと、衆議院の決議を優先するものと、あとはそれ以外のものということで、実は限定されて衆議院は優位になってるんですけれども、その衆議院が優位に立っているっていうのは、すぐ解散があって、そして選挙区も細切れになっていて、 その地元の地域の国民の声をダイレクトに反映してくれるという議員なので、まあ、参議院よりも格が上になっていてそしてまあそ,のその時々の声をしっかりと伝えるということで優位に立ってるんですけれどもこのです、ね、衆議院でまずはこれは衆議院しかできないというものは例えばの内閣不信任決議案。 これを出すっていうのは衆議院にしかできないと。あと予算に関して先に選決事項で決めてしまうっていうのも、まあ、予算が決まらないと国が動き出さないのでこれも衆議院しかない権利と。あと衆議院が優位に立つっていうのは例えば法案があ衆議院で決まりましたと。で参議院にやったんだけども決まらなかったと。もう一回戻してもらって衆議院で決めたら通りますよですとか 予算も先決じゃない予算に対して、あと条約、この締結に関して、これだけですね、まあ、限定されたものということで、衆議院が優位に立っているんですけど、どういうことかというと、まずそれ以外のものでは、参議院の意見もしっかりと聞かないとならないんだということで、参議院の位置づけというのは、実は非常に大きいということと、 法案に関しても、ですね1回衆議院で決まったものを参議院で下ろして、もう1回衆議院で決めるときに、半分以上で良かったものが3分の2以上っていうハードルが上がるので、それによって通らない法案も出てくるかもしれないですとか、うん、参議院の意向でですね衆議院の思い通りにはいかないということで、まあ、両方バランスを取って、あまり一つの委員が暴走しないという意味では、私は非常に重要な制度だというふうに思ってますね。 役割、まあ、衆議院がねすごいこういろんなものをまあ実際に決定していくっていうまあかなり重要な機構であるで参議院はそれのまあチェック機構といいますか、うん、っていうような意味合いもあるのかなというふうに今お話を聞いて思ったんですけど、うん、実際そのあれですかねそれによって参議院のチェック機能によってやっぱりかなり衆議院の方も味は見直そうとかそういう 動きにはななっっていくっていいくううことなんでですすかねまあそうですねそ例えば本当にこんな法案を通してもいいのかみたいなものを力の原理で衆議院が無理くり通した時にですね参議院は良識の府って言われてるんですけれども本当に大丈夫なのかと。 いうことで、60日間をほったらかしにして、結局は参議院では、その、可決しませんでしたよって、衆議院に戻すときにですね、大体国会の会期というのは150日ぐらいなので、そのうちわーって時間かけて決めて、参議院で下ろしたのに、60日ほったらかしにして戻って帰ってきたら、もう時間がないので、その法案が通んない可能性が出てくるということで、その時点でですね、参議院は、 おいをおいしっかりとしろよと、こんな法案を通すこと自体おかしいんだというようなことを直接言って廃案にできるということも多々ありますし、あと参議院の位置づけとしてはですね衆議院が苦手なものっていうのは長い期間ですねずっと腰を据えて調査をできないと、これはいつ解散するか分かりませんし、まあ、次の選挙では自分が落ちるかもしれなくて違う人が来るかもしれないと考えるとです、ね、参議院は6年間 解散がなくてずっと位置づけられるということでそういうです、ねまあ、チェックをすると行政をチェックするという意味においては参議院の方が向いているので例えば予算の専決決議だとかは衆議院が優先するというふうに言ってますけれども決算に関してはどちらでも同じ権利を持っているのでこれに関しては参議院の方でです、ね、この事業を本当にちゃんとやられたのかと。 で本当におかしい質素はなかったのかこの事業は国民のためになったのか等々ですねしっかりと調査をするですとか、まあ、長いスパンをかけて議論するような教育の問題ですとか、まあ、国防の問題等々はですね参議院の方でしっかりと議論をするというそういうですね、まあ、今はですねちょっとごちゃごちゃになってる感はあるんですけれどもそういうように初心にかえってしっかりと衆参をですね えまありがとうございますあのかなりあの参議院の方の、ねまあもしかしたら中には衆議院の方は行くけど参院選の方はそんなにっていうふうな方もね是非あの小野根田さんの今のお話を聞いて、ね、<laughs> ぜ,ひぜひお願いします <laughs> 聞いていただければと思うんですけど <laughs>、はい、あのちなみにその衆院選と参院選でこう投票するなんていうかねこう政治家さんの選び方 ポイントっって変わったりしますかね小野寺さんなりの見解をちょっとお聞きしたかったこれですね、まあ、そもそも選挙制度というのも違って、ですね例えば衆議院というのは本当に細かく分かれていて、まあ、それぞれ東京もそうでしょうけど、十何個、二十何個みたいにちっちゃく分かれていて、そこからその政治家が出ていくと。 で、参議院に関しては東京ドン1つそれぞれの都道府県で1つの選挙区でそこから複数に選ぶということですね細かい意見ではなくてそれぞれの都道府県単位の意見を 伝える議員を選ぶんだということと、あと全国区っていうか、昔はそう言ってたんですけれども、比例区っていう枠もあってですね、それぞれが別の候補者で選ぶんだということですけれども、衆議院選は選挙区で落ちても、 その地域の比例区で受かってくるみたいですね、ダブルで、まあそのまあ、名簿に載ってる人もいるということで、すねちょっとですねその選挙制度が複雑で難しいんですが、参議院に関して言えば、ですねその地域の都道府県単位の意見を誰がしっかりと届けてくれるのかということで、まあ、候補者を見てですね選んでほしいと思いますし、全国区に関して言えばですね、 怖いもの知らずの部分があります。それは選挙区を持ってなくて、ちょっとでも変なことしたらわーっと、その地元の人から叩かれるようなこともないので、大きい質問をドンと。 するることとができると国益にかなうような質問ですね、ばーっとして、まあ、地元の議員が国益にかなうような質問したら、おいおい地元でこんなにこもってるのに、そんな大風呂敷広げるなみたいなですね、まあ、いろいろ苦情もある中でえ、そういうような政治家を参議院議員だったら選べるということですので、まあ、全国に関して言えばあ、比例区に関して言えばですね、 どういう議員がどういう国家感を持っているのかっていうのはそれはそれぞれの議員の公約ですとか主張というのは全部見れるのでその中から自分が応援したいなっていうのを選んでほしいというふうに思ってますね。ありがとうございますあのちなみににそのの政治家のサイドから見た時に 私は衆議院で出よう、私は参議院で出ようっていうのは、何かこうやっぱり参議院の方だったら腰を長く据えて作っていきたいとか、なんかそういう思まく政治家さんのサイドでは何があるのかなっていうのは、もしご存知の。<laughs> のこれですね、はい、多分ほぼすべての国会議員が衆議院議員にな,りなれるんだったらなりたいと思ってると思います。これですね。 大義士っていう言葉ありますけれども、ねはい、大義士っていうのは衆議院議員だけの言葉で参議院議員は大義士じゃないんですよね。大義士っていうのはその代わりにですね住民の代わりに国民の代わりに議論する侍なんだと。でも侍っていう字がつくのは弁護士だとか戦うのが商売なんですけれども衆議院議員はまあその大義士って言われてないので。 なかなかその住民のために戦うんだみたいなですね、イメージがなく、地位も若干低いので、<laughs> なかなかみんな参議院よりも衆議院にはなりたいって思いがあるまでも、ただ両方ともまあ大切なものだただですね僕は衆議院から参議院に行きたいっていうですね議員は知っていて、それ誰かっていうと、<ー>いや、これもまあ中川昭一先生なんですよ。<ー>中川昭一先生が選挙に落ちたと、衆議院議員の。 その時に地元の意見をいろいろ聞いていろいろ動いてきてまあ選挙で落ちてしまったけれども自分がこれからやりたいのは食料安全保障だとかエネルギー安全保障だとか国のありようをまあ議論していきたいんだとそれには腰を据えてまあしっかりと解散もないような中で追及をしていきたいので僕はその落ちたけれども 来年の参議院選挙に出ようと思っているけれども、どうだねというふうに相談を受けたことがあって、そういう意味では、あ本当に国益のことを考えていて、参議院だとか衆議院の,何ですかその立場というものは別にその下に行くみたいな考えもなくて、国のことを思ってるんだなというふうに思いましたけれども、まあ、そういう議員もいないわけではないうですねと、うん、いうことですよね。 まあそれはやっぱり大義士になりたいですよねっていうところは、本としてて持っているというあまあそれはそうですよね。<laughs> はい。ありがとうございます。はい、でですね、あとは、野党にね、入れる意義みたいなところ、特に、例えばその小さな政党さんっていうんですかね、あのまあ数議席、今回はどれでも数議席かなっていうふうなと、まあでも、 やっぱり圧倒的に自民党がまあ与党になるのかなっていう中で、そういった小さな党に投票する意味ってあるのかなっていうまあご質問なんですけど、このあたりっていかがですかね。これがですね、まあ、ある政党があるその応援によって、多くの方の声援によって、まあ、2人議員を出したというふうにしましょう。で、2人議員を出して、まあ、全然政権与党の、まあ、本当、ゴミみたいな数なので、 何の影響もないのがあったら実はそうでもなくてですねこの2人というのは漏れなくもらえるものがあって質問をするという機会をもらえます。でこの質問をするときにですね自分たちは今あ政権与党のやってるこれはこういうふうにおかしいですとかあこういう問題を発見したこれは事件じゃないのかとうとうですね追及をするということができるので。 その議会の中の議員の追求によって自分たちのしたいことをその誘導していったりこれはおかしいのでこうした方がいいというような政策提言をするということはこれは一つですね国会でそういうことができるという権利はですねとんでもない権利なのでだからまあ応援をしてそれによって議員が1人でも生まれればですね これは無駄ということではなくて、まあ、とてつもない重要な、まあ、その国にとってです、ね、プラスになるような行動をしたんだというふうに分かってもらいたいと思いますけれども、今国家予算でですね、大体年間、まあ、今ちょっとコロナで増えてるんですけども、100兆円としますよね。 100兆円の中の使い道っていうのを今だいた700人ちょっとのですね衆参のお、まあ、議員でその使い道を決めて、まあ、本当にちゃんと使われているのかっていうのをチェックしてるとですよねだから1 0 0兆円をそれだけの人数で、まあ、チェックしてるっていうことはですね、まあ、1年間で言うとですね1人当たり1400億円ぐらいの 使い道をチェックするというような割り返しとなるんですよ。凄まじい。<laughs> そうです。それでですね。今回の任期は六年なので。 その議員1人当たり大体8400億円のチェックをするというような役割を担うんですけれどもその中で今回は124人を選ぶので124人選ぶと104兆円のお金の使い道を決める議員を皆さんで選ぶということなんですけれども最近のです、ね、投票率を見てると大体半分いくかいかないかということで5000万人ぐらいの人が このを投票してるんですけれども、これですね、108兆円の使い道を5000万人の投票で決めるということを割り返すですね、1票当たりだいたいですね、208万円の価値が出てくるんですよ。<laughs> この1票当たり208万円の価値があるということもですね、ぜひ皆さんに分かっていただいて、 こんなお金の使い道ほったらかしたら大変なことになるよということで、参画はしてもらいたいと思うんですよね。俺めちゃくちゃ今投票したくなりました、僕は。百 <laughs> 0万円だと <laughs>、ええ。そうです。確かに確かに <laughs> なるほどですね。じゃあ、確かに確かにその参議院のね、あの、まあ小さな まあ例えば2議席だけだったとしても、すごくこう勉強熱心で、正確にこう質問、鋭い質問をしてくれる方であれば、多いそれとね、その、なんですかね、与党の方もちょっと無視はできないぞと。そうですね、世論が味方につきますからね。うん、いいぞ、いいぞと。もちろん、それで選挙を受かった後にも情報発信してくれる議員さんであれば、素晴らしいですね。 だいぶね、その応援してる側としても、ああ、いいぞ、いいぞと、ツイッターとか YouTube でなりますからね。なるほど、なるほど。まあ、ちょっとね、このあたりはだいぶ小さな生徒を応援したいけど、まあ、票を入れるかどうか迷ってるっていう方も多かったと思うので、うん、ぜひね、ちょっと参考にしてほしいと思いけど、はい